それでは私の方から、2018年3月期、第3四半期連結業績の結果につきまして、ご説明させていただきます。売上高は334億7300万円、営業利益が75億トンで700万円、経常利益が71億9400万円、純利益が49億トンで600万円となりました。 前年同期比では売上高が23%増、営業利益が8%増、経常利益が10%増、純利益は8%増となっております <laughs> 当四半期のポイントとしていたしまして三点冒頭代表の方からお話もありましたが一部重複しますがちょっとまとめさせていただいておりますので 説明させていただきます。まず一点目は計画はああすいません業績は計画通り順調に進捗しているということでございます。おかげさまで当第三四半期の業績は売上高利益ともに最高益となりました最高となりました。また続き業績予想に対する進捗率も各利益段階で七十パーセントを超えほぼ計画通りに進んでおります。 引き続きリップランニング事業が全体の業績を保険いたしておりまして。売上高経常利益率は二十一点五パーセントと。目標といたしております20。二十パーセント以上の水準を継続いたしております。え、二点目はこちらは、仕入れも順調に進捗しているということでございます。えー、まあ、市況の変化を慎重に見極めながら。リーシング部門や P. M.、そして仲介部門など。 社内各部との部門を超えた連携によりまして仕入れにさまざまな工夫を重ねて活動を続けておりますリプランニング物件の来期販売予定分の仕入れにつきましてはほぼメドが立った状態になっておりますまた賃貸ビル収入増加に向けた計画についてもいい進めております当四半期末のリプランニング事業関連の在庫等数は 42棟で残高は360億円となっております前年同期比で35%増93億円分の増加となっております三点目はホテル事業の成長資金として増資をさせていただいたということでございます昨年12月に公募増資を行いオーバーアロット分を含めまして71億円を調達させていただいております この資金は全額ホテルの開発資金として有効に使わせていただきまして事業を大きく伸ばしてまいります続いて損益の内訳ですリプラニュー事業とホテル開発事業を合わせた売上総利益率は30.4%で前年同期とほぼ同水準の高い利益率を継続しております また、オペレーション事業とその他事業のセグメントにおきましては、新規事業が順調に拡大し、合計の売上高は前年同期比2.2倍の28億7000万円、そして売上総利益は1.4倍の7億9000万円となりました。 次に、資産の主な資産の推移についてでございます。まず、棚卸資産につきましては、3月末に比べまして、全体で90億円増加いたしております。内訳としまして、リプランニング物件では、販売が進む一方、新規の仕入れと、それから商品化中のビルのリニューアル工事も進みまして、残高は100億円増加しております。 一方でホテル開発事業では7月に進行いたしましたホテルを1棟販売したことなどから17億円減少いたしております有形固定資産につきましては賃料収入を目的に稼働中のホテルを1軒購入したことや旅のホテル 日田高山という当社のブランドのです、ね、ホテルの新築工事、建築工事も進捗しておりまして、その工事費の計上等があり11億円増加しております。また、投資その他の資産につきましては、ホテル開発に伴う差し入れ保証金の計上などにより、11億円増加しております。これら田の資産産固定資産の 取得に努めて残高を増やしておりますが現預金についても56億円増加しておりますこれは繰り返しになりますが12月の資金調達で公募増資分の62億円が入金になったということが主な要因でございます、はい、続いて負債と純資産の推移です 資産側の動きと同じく、リプラーニング物件の仕入れ増加に伴いまして、借入金が3月末に比べ52億円増加いたしております。これによりまして、12月末の有利子負債残高は272億円となっております。純資産につきましては、四半期純利益の計上、こちらが49億円。 そして前期の期末配当金の支払い、こちら12億8000万円ありましたので、その差額分として、利益従業金として36億2000万円増加いたしております。それに加えまして、12月の公募増進により、資本金及び資本準備金が62億2000万円増加いたしております。これに伴いまして、この結果ですね、株主資本が合計98億円増加いたしております。これらの結果、 自己資本比率は56.7%となっております、はいえー。続きまして、各事業セグメントの業績についてご説明させていただきます。まずはリプランニング事業です。えー、このセグメントにはリプランニング事業とホテル開発事業が含まれております。えー、当四半期の業績は売上高が270億トンで、 300万円セグメント利益が77億3400万円となりました前年同期比では売上高が20.6%増セグメント利益は10.6%増となっておりますセグメント利益率は28.6%で前年同期比では2.6%ポイント減となっておりますこの利益率が少し下がったようにつきましては 8月に販売いたしましたホテル開発案件が通常のリプラン案件に比べますとやや利益率が低かったということがありますこの開発案件を除くリプラン案件のみの利益率は30.6%と引き続き高い水準を維持いたしております仕入れの物件数は31件で前期比8件増販売は23件で7件増このうち ホテル開発の販売が1件入っております、えー、ホテル開発案件を除いた当四半期のリプランニング販売物件22件の平均事業期間は349日となっております、えー。12月末の在庫は47件、棚押し算残高は416億円です。このうちホテル事業関連の在庫は5件、残高は55億円となっております。 また1月末時点では、リプランニング物件で 12, 12件です、ね、101億円分の追加仕入れが進んでおります。はい、続きまして、賃貸ビル事業についてですが、当四半期の業績は売上高が17億3700万円、セグメント利益は7億1000万円で、売上は 年同期比で15%増、えー、セグメント利益は4%減となっておりますこれはのリプランニング物件の仕入れが進み、えー、在庫からの賃料収入は増加しているんですが、えー、その在庫の中にはリプランニングの商品化に適する空室率の高いビルが多いことからこのセグメント利益率は全国に比べてやや下がってきております。 この立派に物件、商品化中の賃料収入の増加だけではなくて、ストック事業として長期保有のビル事業拡大が課題であると認識したいたしております。この点、今後さらに注力して取り組んでまいり所存です。なお、昨年8月には賃料収入増を目的に、富山駅前の既存のホテル1軒、これを支度いたしております。 次に不動産サービス事業ですこの事業セグメントには売買仲介、賃貸仲介、プロパティマネジメント、ビルメンテナンスの各事業が含まれております。売上高は23億4500万円、セグメント利益は14億2400万円となりました。このセグメント全体での業績は、前期比ほぼ横ばいとなってはおりますが、 日頃のきめ細やかなテナント対応や、ビルオーナーのお困りごと解決など、現場で培った各部門の専門力を持ち寄りまして、不動産専事業の高い付加価値づくりに、この不動産サービス事業というのは貢献してくれております。個別の業業績ととししましてはは仲介事業で売売買賃貸ともに売上及び利益が 前期比やや減少いたしております一方、プロパティマネジメント事業とビルメンテナンス事業では、受託等数の増加により、売上利益ともに堅実に浸透いたしております。12月末時点の PM 住宅等数は369棟で、前年同期比13棟増となっております。稼働率は90 5.5%で、えー、引き続き高い水準にはありますが、えー、前年同期ではで前年同期比では1%ポイントを低下しております <laughs>、えー。これは主にファンド物件におきまして、えー、賃料増額交渉の過程で一部面積の多い区画大きい区画に空室が発生したということや、当社のリーシング力を期待していただいた上で空室率の高いビルを新規に 管理自宅させていただいたというようなことが要因となっております。はい、続きまして、オペレーション事業です。この事業セグメントには、ホテル運営事業とスペースレンタル事業が含まれております。売上高は21億7千万円、セグメント利益は2億6 4四百万円となっております。売上は前年同期比176%増、 利益は同96増となっております利益率は12.2%で、前年同期に比べ5ポイントほど低下いたしておりますが、これは主にホテルの新規開業費の計上の影響によるものでございます。おかげさまで、両事業とも順調に稼働率、客室単価が上昇してきているともに、 拠点数もも増加しててておおりり業績面でも貢献が大ききくなってきております日和 <laughs> ホテル舞浜引き続き大手宿泊サイトの口コミ評価では日興ホテル第2位という高評価を継続的に評価いただいておりますし一方スペースレンタル事業では今期4拠点新規開設をしまして現在合計で10拠点 に広がっておりますはい、続いてその他事業ですこの事業セグメントには体能賃料保証事業海外事業などが含まれております売上高は7億トンで700万円セグメント利益は4億8600万円となっております前年度期比では売上高が35%増 セグメント利益が16増となっております滞納賃料保証事業では、ビデオオーナー様、協力会社向けのセミナー開催など、市場での認知度向上への取り組みを強化してきたことによって、新規契約、再保証契約ともに取り扱い件数が増加してきております。その結果、売上利益ともに前年の期で約3割増となっております。 海外事業につきましては、ホテルの売上が少し上がってはおりますが、業績面ではまだ大きな動きはございません。一方、ベトナムでの分譲マンション建設など、工事は順調に進んでおりまして、開発事業が進展しております。はい、最後にに経経営上当は経営上上当社特に重視しております財務指標である 売上高経常利益率と自己資本比率の推移をグラフにしております。いずれもいすみません売上高経常利益率は二十一点五パーセント、自己資本比率は五十六点七パーセントで、いずれも目標とする二十パーセント以上、五十パーセント以上をそれぞれ上回る水準で継続しております。引き続き財務の安定性を保ちつつ、お客様基盤、事業基盤の強化を。 ええ、測りそして収益性の高い需要体質の下給与価値のさらなる向上を目指して取り組んでまいります私からの説明は以上になりますありがとうございました